は子供たちを守るつもりありますか、それとも東京電力さんを守るつもりがあるんですか。なぜ私たちが悪いこともしていないのに、そうこうして王様にして明日どうなんだ今日どうなんだっていうのは心配してるわけです。毎日のね、この放射能に侵されて、なんで俺たち来なきゃいけない。なぜ東電のここに社長がいて、そして謝罪するのに何なんですか。そうだ、私はこの議論はね、なぜだと思ってるんだ。実際今日も私福島駅を出てくる時にたくさんの年配の方々落ち葉を集めていました。皆一様にマスクをかけて必死にかき集めていました。紅葉が始まったばかり、非常に今きれいな福島です。しかしその落ち葉をそのままにしておけないんです。落ち葉の中にはたくさんの放射性物質が溜まっています。福島のですね、校庭のある学校の校庭の土をここに置かせてください、はい、でこれを見ながらお話し合いをさせてください。今の段階でそのやる必要があるかといえれば、私どもはやる必要はないと思うんです。ただし皆さんがその各自治体がやるということについては、それは各自治体のご判断があるかと思っています。渡辺さん、その土舐めてください。じゃあ舐めてください。国がその PRO というので東海村のね、茨城県の東海村に10キロを作ったんですよね。その時10キロで大変なトラブルが落ちたんですね。こちらの事故だろう、全然事故も落ちたんです。それで東海村さん行って戦って、東海村で反対する部分と一緒になってね、東海村で反対運動をやったのが始まりなんですよ。The period of the U.S. occupation, when the U.S. government was the government of Japan, was ruling Japan, they took the old leadership from Imperial Japan, and many of the top leadership ended up in Sukamatsu prison in Tokyo, one of whom was Matsutaro Shoriki, who had become the first nuclear energy czar, the first promoter. Thank you.